彼女は動くことができません。激しい痛みに苦しんでいます。数えきれないほどの鶏と一緒に閉じ込められ、卵産業のために苦しみだけの短い一生を過ごし、疲れ切ったこの鶏は今死に瀕しています。この鶏は伊勢食品の農場で告発者が見た数えきれないほどの鶏のうちの1羽でした。伊勢食品の卵は日本で森の卵などとして販売されています。鶏は本来自然の中で序列を作り社会生活を営みます。でもここはとても混んでいて、彼女たちはかろうじて動くことができるだけで翼を広げることさえできません。鶏は怯えとストレスからお互いをつつきました。弱った多くの鶏がケージの隙間に挟まれ死んでいきました。従業員たちは問題を解決するために何かをするのではなく、ただ機械的に毎日日報に挟まれと記録するだけでした。彼女たちは暗がりの中で悲惨な生活を送っています。それぞれのケージに最大で10羽の鶏が詰め込まれました。彼女たちは痛々しく足に食い込む金網の床の上に立つことを強いられています。多くの鶏がひどく膨らんだお腹を抱えています。この症状は採卵目的で使用される鶏に見られる一般的な症状です。彼女たちは腫瘍や心不全など命に危険のある病気でしばしば苦しみます。この鶏は足の感染症で苦しんでいます。その痛みは耐え難く彼女を弱らせます。この鶏たちは排泄口が飛び出して苦しんでいます。これは非常な痛みを伴い死に至ることもあります。貧しい食事やたくさんの卵を産まされることが原因です。治療や世話を受ける代わりに、鶏たちはただ単に入院ケージと呼ばれる場所へ移動させられました。入院ケージの中でそのまま死んでしまう鶏もいました。死んで腐った体がケージの中に残されました。鶏たちは他の場所に移動できず、死体の上に立つしかありませんでした。好奇心が旺盛で繊細なこの鶏たちは、私たちが卵を食べる限り、マシンのように扱われ続けます。彼らの苦しみを支援しないでください。私たちにはビーガンという選択があります。ご視聴いただきありがとうございました。